えー、お疲れ様です。えー、今日は、まあ、<laughs> いやらしい話だね。なんか結構 YouTube 見てると、ね、あの、収益いくらだーって話がまあ伸びてるんで、俺初めてあるんじゃないかな、収益の話するのは。えー、そこでま、まず収益の話、塗り替え道場チャンネルが、まあ、いくらぐらい稼いでるかっていうのと、まあ、推移だね。で、まあ一応、ね、俺も一応経営者なんで、 ま、ちょっとなんか面白かしくするならどうかなと思ったんですけど、あの、ま、自分なりにね、考えて、100万以上稼ぐ YouTuber さんってどれぐらいいるんかなって。いや、なんかさ、いろんな YouTube とか見て収益の話すると、月1億稼ぐとかいう人もおるわけでしょあの、ま、ヒカキンとか、ま、すごいと思うんだけどさ。で、そういうのを、ま、もちろん俺もそんなに全然稼いでないしね、その、なんちゅうの、あの、弱小 YouTuber っていうの まあ <laughs> そういう部類に入ると思うんですけど、まあそういう中で、まあ、どれぐらいじゃあさ、これ稼げるか、あの、100万以上稼げる人たちがいるかっていうのと、その、なんつうの、じゃあこれから YouTube やろうっていう人たちがやっぱこういうものって見ると思うからさ、やってみたいな、でもなかなか手つけられないなっていう人ね。俺は本当にいろんな経営者とかこうやって仕事で会ってても、絶対 YouTube やった方がいいっすよって。まあその辺細かい話後でするんですけど、 まあそうやって進めるわけ。でも YouTube ってこうですよ、ああですよ、僕なりにはこう思ってますよって。まあ俺の弱小 YouTuber <laughs> っていうか、YouTuber でもないよね。弱小 YouTube チャンネルが思うことはまあいろんな人に伝えて、まあ知り合いでやり始めた人も何人かおるんですけど、まあその辺の話もできたらなあと思います。ね。でまあやってみようってなって、またね、いろんなチャンスをつかんでもらえりゃ、また面白いかなと思いますんで。じゃあ今日もよろしくお願いします。 はいじゃあそれではねりかえ道場チャンネル収益の話からいきます興味あるでしょ <laughs> まあ本当にね変なまあやらしい話とか別に自慢話でも何でもないんですけどそのまあ YouTube やろうやろうかなどうしたらいいか分かんないっていう人結構おるんでちゃんと携帯で十分なんでね俺最初携帯とかでずっと適当に撮ってるだけだったから。 で、ちなみに、あの、うちのチャンネルさ、概要欄みたいなの見ると、2013年11月19日になってるんですよ。これ多分視聴者さんから見れるんですけど、じゃあこれ、7年も8年もやってんのって言ったら、そうでもないんですよ。あの、本当に、最初はね、携帯でピューって撮って、現場行ってはピュルピュって撮って、なんかちょっと俺がふざけてみたり、バーベキュー撮ってみたり、社員と昼飯食ってるとこ、ちょこっと携帯でね、ウべべべって撮って、 趣味程度に上げてって、まあ、100回再生とか200回再生とかがちょろちょろっと10本20本ぐらい上げたことあるのかな。そんなんを、ま、あちょこっと YouTube っていうのが出た時よりもちょこっと趣味みたいな感じでやっとったんだよね。で、まあ、本格的にじゃあ YouTube やろう、チャンネル登録者とかそういうものに興味を持ち出したのね。が、1年半ぐらい前かな。もっと前かな。うん、夏の終わりぐらいかな。で、 まあやり始めるんですけどその金額のねその推移ってまあ収益化するってなんかよく言うよね1000チャンネル登録1000以上なんですけどそのその前にさそのチャンネル登録者1000になる前っていうのがすごい大変だったんですようちはだからみんなそこでなんかやめちゃう人が90何パーセントなのかな90パーセントだったかな で、その残りの10%がまあ1000を超えてから収益化するんですけど、実際にね、収益化してから、まだうちって1年ぐらいしか経ってないんですよ。で、俺はまあいろんなところでね、いろんな社長さんと会っては、YouTube やった方がいいですよ。お会社にメリット大きいですよ。とか、さあまあいろいろ話するんですけど、じゃあうちの水ね、なんかこれ YouTube とかで俺もさ、やっぱ収益で気になってみると、結構なんか、 言っちゃいいけないみたいなこと言ってるもんで、ね、まあ「物で例える」とか言うんですけどまあザクッとねまあ俺ちょっと金額は書いてあるんだけどまあいくら以上とか以下だったらいいやな、まあ、いくら以上でしょうか、うん、まあだけどギリギリのとこ攻めてくで別にまあ俺別に行ってもいいと思ってるしただうちはその YouTuber の人って自分で全部編集とか全部やるでしょカメラとかも自分で持ってやるけどうちはまあカメラマンもおるし編集もおるから。 実際にじゃあ利益につながってるかって言ったらまあそんでもないんですけどまあね自分で全部やろうと思えば別にいいよねちょっと言ってくよじゃあまあまあ4月4月ね去年の4月じゃちょうど丸1年だまあ6万以上としょこうか5月8万円以上まだっこんなもんだでね多分1000人超えて何ヶ月の時じゃないかな 4, 4月6万以上5月8万以上6月4五6月15万以上倍ぐらいの人ね7月25万以上ボンボンボンと言うでしょ8月は24万以上同じだね78は8のが悪いねなん,かなんか面白いのがポーンと当たったんだろうなで9月になったらね8月24以上だよ以上だからね でも、ギリギリとか攻めてるからね。まあ、そこは了承して。だって金額いったらあかんらしいん、ね、で。わからんけど。で、9月。104万以上。8月24万以上だね。で、9月いきなり104万以上。で、10月は70万以上の証拠か。で、11月は75万以上。で、100万以上。9月100万以上でしょう ?100 何万って言ったからちょっと忘れて。4万って言った書いてあるでね。ここにもぶっちゃけは。<laughs> まあ、9月100万以上なのに、10月は70万、11月75って言ったのは、下がったんだな。な,なんかで、確かな、このた、9月でね、チャンネル登録者が1万いったの、そうだ。1万超えた時が、9月だったわ。で1万超えたら、まあまあの稼ぎになるんだよな、こうやって見ると。で、まあ12月、まあ、100万いってない。 行ってないって感じ <laughs> 万ってな,いなって。だけどまあ近い。数万円違う。で1月は多分これ正月はねなんか1月と4月今の時期なんですけどこれっていうのはなんか広告出す人が少ないみたいな。だからなんかあんまりね広告収入がつかんっていうふに1月ドーンと減るんですけど65万以上。で2月3月だよね今4月だから。 うん、で、2月、3月、まあ言う前に、今、じゃ、じゃ,ゃ、ちょ、チャンネルね。あのー、チャンネルの、今、うちの塗り替えじゃ、同情チャンネルの、今だよ、現在、今日。6万9200から300ぐらいだった三300。で、再生回数、総合計の再生回数が、2330万回。2000万回ね、再生されてるんです。で、動画本数は557本。 これね、削除したのもあるっていうか、非公開にしとるのもあるんで、まあ、もうちょっと多いと思うんですけど、実際に上げ取るのは。だけど、557ってことはやっぱりそうでしょ ?1 年、一日1本上げ取ったら1、1年365本でしょだって1年半ぐらいな。2本上げ取った時期とかもあるし、まあ、削除したのもあるから、まあ、一概に言えんのですけど、まあ、そんな感じです。6万9000。で、まあ、多分2月3月まだ収益いってないんですけど、 まあ今6万9300だから、2月3月でまあ6万超えとると思うんだよな、絶対的に。で、あの、再生回数、あ、違うかな、3月で超えたかな。うん、6万は。まあまあ、近しいわ。でもまあまあ、ヒューって上がって1日ね、何百人、300人、400人、500人って増えてっとるから、まあちょっと一概二円なですけど、2月、じゃあ言うよ。言うよ。 うん。110、まあ、5万以上。3月。155万以上。多分4月はね、もう下がってくるんですけど、155万。まあまあ金になるでしょ。2月115万。なんか金の自慢しとんじゃないよ、マジで。で、実際に、もう本当に言うけど、あの、ね、足場倒したりとかさ、いろんな、ま、ことやるで。うん、まあ、YouTube やっとじゃないまあ、その、 社内的に収益化したっていうのは、現場も止めて撮影するから、まあ手止まるじゃんね。は半日とか。だって、実際じゃあ本当の黒字かって言ったら、まあ黒字ではない、別に。で、まあ俺もそこを別に狙ってない。これは最後に話するんですけど、どういうことかって。別にお金目的でやっとるわけじゃないから。うん、で、まあ動画の本数言っちゃったか五550何本。まあ1日1本公開してるっていう話をちょっとしようと思ったんですけど、あの、まあ金額の推移があって、まあちょっと最後まで聞いてほしいんだけど、あの、 ね、目的と、まあ、みんながどうやって、俺本当に YouTube やった方がいいと思うんだわ。企業やるんだったら本当にやった方がいいと思うんですけど、企業の人にね、商売やる人にすすめだよ。俺、ま、YouTube の目的はそこだから、職人さんが独立するのの支援というか、なんかね、そういうことを前提にやっとるから。収益構造っていうのは、あのさ、なんていうのあの、ね、あ、まあ、これ次に出てくるかな。まあ、ちょっとじゃあ次、先行こうか。 はいじゃあ「100万以上稼ぐチャンネル数は」うん、まあ大体ね俺もまあ自分で商売やってるし分析っていうのも仕事のうちだからいろいろ分析もするんですけどまあやり始めた時もやったなどれぐらいお金と時間使えば YouTube がこれぐらいいってビジネス的にこういうことが展開していけるのかなっていうのを考えたら、まあ、やるべきだなって決めてやり始めたのがきっかけなんですけど「あのー、100万以上稼ぐチャンネル数は」の前にその。 収益構造ってさっき言ったよね収益構造っていうのは何って言ったらまず再生回数だよねで何で言って言ったら再生の最初に CM つくじゃんであれしあのお金入るまあ収益ね YouTube 収益ってあのなんかスキップしたら別にお金入ってこないんだわで例えばその広告を見てそのまあなんか真ん中だったかな半分以上見るか 何秒以上見るかのどっちかが当てはまったら例えば20秒の広告だったら10秒見るだよね半分だでかもしくはその何例えば1分2分3分5分とかの CM だったらもう1分以上見るとかな,な,な,なんかそんなんがあるとにかくでも広告を見るなんだわだスキップスキップスキップってしちゃったらだって金入っくてくじゃない俺にねで0.3円とか0.4円とかよく言うじゃないですかあれってのは、ね、平均を取ったらねだ 100人 CM 広告がボーンと表示されてもそのうちの5%ぐらいがプチってあの5%ぐらいがその何早送りしずに見る人でそれ割るんですけど言ってる意分かるかなで1個の広告まあ何ちゅうかなじゃあ俺,俺が広告打つとしようか広告打つ側の広告ちなみにうちの塗り替え当まも広告打ったことあるんですよそれ YouTube 広告 YouTube の紹介の広告もあるけど キャンンペーンの告知だとかだって、愛知県の人しか見たことないと思う。愛知、三重、岐阜の人しかね。愛知、三重、岐阜に店舗があるじゃないですか。で、その一般のお客さん向けに、正月キャンペーン、YouTube でボーンって打って、で、こういう企画があります。こうやってお値打ちにできますっていうのを、その設定できるわけ。こっちの広告主だよね。俺は広告主だよ。YouTube やってる側じゃなくて、広告を出す側、練り替え道場、株式会社の内容として広告を打つときに、その、まあじゃあ、愛知、三重、岐阜の人。 あの40代以上だよね。俺は塗装を考える人なんて。40代以上の人。で、男性、女性とかも選べたかな。で、高額所得者かどうかっていうのも選べるけど、まあそこは俺は選んでないかな。ただ、い、あの、住宅に興味があるとか、キーワードみたいなのを絡めていけるんですよ。で、それをやったときに、じゃあ YouTube が、じゃそれを、じゃあ俺が広告出したい。じゃあ1日3万円ずつ広告出したい。で、1ヶ月、 万万円だと90万円かまあそんなに売らんかったかなまあで1週間ぐらいかけてバーンって20万か30万ぐらい売ったんかな時にまあそれに当てはまるところに広告を打つわけじゃないですかでそれに当てはまるっていうのはだってチャンネルじゃないわけですよ人なわけ例えば俺で言ったら40代以上、まあ、愛知県に住んでる人で高額所得者だよね俺は絶対に、うん、でそれはどうやって調べてるかわからんだけどまあネットとかのグーグルで検索しとるのを 基準にうんだろうね高額所得者、ね。で、車持ち、家持ち、だよね。で、車はクラウン乗ってるとか、いろんなことを、まあ、分析、まあ、クラウン乗ってるかどうかはまあ分析できんけど、興味でクラウンとか高級車が好きとかいうのを、あの、情報を蓄積しようわけじゃないですか、グーグルっていうのは。で、そこに対して、広告をピュンって出すわけでしょ。で、俺に広告を、例えば塗装の広告を出すのに、 もう50円かかるわけよでお俺みたいな人に広告見せたいじゃんみんなお,お金持っとるって言ったら失礼だけど高額所得者に不動産とか車の宣伝俺に見せたいわけじゃないですかってことは俺に広告を出すで俺がそのブワーッと最後まで見たらすごい高いわけよ仮に行ったら100円とか200円するわけですよだけど例えば小学生で3歳4歳でとかね子供でとかね言う人に広告見せるのに100円誰が出すって言って出,出さないでしょ その人に対しては3円、4円。まあアカウントで見ちゃうもんで、親になっちゃうか分からんけど、まあ簡単に言うとね、俺も詳しくしちゃうんだよ。推測だよ。推測っていうか、まあいろいろ調べたりはしとるけど、まあそこに金がかかってくるんですけど、だから再生回数かける何円、0.3円ですよ、4円ですよっていうのは、本当はあんまり、その、ざくっと、あの、平均取るとっていう意味だよね。うん。あの動画の本数にかける。 再生というのは単純にただ俺にいくら出すか。で、俺はもう高い。この子は安いみたいなもんだと思うんだわ。どっちかしいうと動画が高いか安いかなって、本当はどうでもいいんだよね。だから俺が見るようなチャンネル、でもたまたま俺がさ、まあ全然 YouTube の勉強してるから、ね何、例えば、まあ釣り、釣りだったらちょっと高そうだけど、もっとじゃ子供のチャンネル勉強しようと思って子供のチャンネル見てたら、俺に表示ボーンってされたら、 高いわけよね。子供のチャンネルたまたま俺が見に行っても、やっぱ俺クラウンの CM とかが流れるわけですよ、俺には。うん。だから、子供の CM 見たら子供の、あの、おもちゃの宣伝をするわけじゃないわけ。言っとること分かるかな俺、ちょっとあんまりアホだもんな、ね、<laughs> 分かりづらいけど。で、これが広告単価じゃないですか。だけど、まあ、どれだけ見るかだよね。で、動画の、まあ、回数かける広告単価かける、まあ、広告の回数ってあるんですけど、これ広告の回数っていうのは自分で入れれるっていうのは、俺はあんまやってない。ぶっちゃけ、 自動で全部やっとるから、勝手に、まあ皆さんにね、広告出てると思うんですけど、あのじ、全自動。だけど、なんか俺 YouTube 見てると、その間に入れるで。自分で決めれるね。ここに、ボン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 って何,何個も入れてって。まあ、収益出て、会社がその YouTube のやっぱ経費ぐらいを出したいなと思ってるから、もちろん収益はつけとるんですけど、その、広告が回数出て、まあ、 いっぱい見てくれりいいわけじゃん。まあ、例えば俺がじゃあここからね、これから今からすぐ広告出るんで、皆さんちょっとお金ないから、ちょっと絶対スキップしずに見てねって言ったら、本当に1再生50、ね、20円とか30円つくわけじゃないですか。みんな本当はスキップしてっちゃうから。うん、で、それが平均取ると0.3ですよ、4ですよ、5ですよとか、高額所得者が見るような動画、俺みたいなタイプの人間ばっかりが見るようなチャンネルは、平均単価が上がってくるわけでしょここの、あの、まあ、広告単価がね。 だけど、広告回数。で、あとは、その、広告回数なんですけど、その回数ってなんでこれわざわざ入れたかっていうと、10分以上の動画だったと思うんですけど、ね、あの、10分以下の動画は最初にしか広告入んないの。だけど、なんか10分以上の動画は最後にも入るし、真ん中にも入るらしいの。これは自動にしとったら自動で入ってると思うんだけど、うちの動画見ててどう真ん中に広告入る。それコメント欲しいな。うん、入るか入んないか。 俺が自分のやつ見てもさ、で、ちなみに俺はぶっちゃけあの、なんか、何アマゾンプライムみたいな感じで、YouTube プライムみたいなのあるでしょ。y o u t u b e エクスリミテッドだったかな。なんか、なんかそんなやつ入って、月々1000円ぐらい払うと広告がと飛ぶやつ入ってるんですよ。で、あれやると、あれ結構いいでてね。YouTube とかも、あの、こうやってさ、まあ俺、まあ画面見せて大丈夫かな。まあこうやって、普通の状態でも、普通 YouTube って開いていかないとあれじゃん。 だけど YouTube でその動画再生してネット検索とかしといてもずっと音も流れるんだ、あれ。だ音だけでセミナー動画とかこういう喋ってる動画なんか、例えば今サファリで見ながらやりたいじゃん。で、あとはその音楽、YouTube Music ってやつだったかな。うん、YouTube Music っていうのも使える。で月々ぐらいあったかな ?1000 円か1980円か、なんか1500円だったかな。なんかそんなもんですよ。ちょっと高いなと思ったんですけど、Amazon なんかだって年会費3980円もなんかでしょ。 ちょっと高いなと思ったんですけど、YouTube やっぱ勉強していろんな人のやつ見ながら、メールとかさ、打たなあかんし、ね、会社のチャットワークっていうビジネスチャットみたいなのあるんですけど、それもやり取りしちょるけど、それ開くと YouTube が止まるんだわ。もちろんね。だって携帯2台持ちするか、うん、YouTube プレミアムみたいなの、その、プレミアムじゃなかったけど、なんかそんなようなやつ入るんか、だったらどっちがいいかなと思って、それ、はい、あいや、YouTube プレミアムだ。それで合ってるわ、今見てる、YouTube ね。 ま、な、俺が何見てるか見れちゃうんで、これ画面見せれんけど。なので、それ結構便利なんで。で、俺はだって広告が出ないからわかんないんですけど、まあ、話戻すとね。で、だって広告がだって10分以上だと、その、まあ、まあ、だっていっぱい入れてる人は回数が増えるもんで、まあ、もちろんつくと思うんですけど、うちのチャンネルがじゃみんなに出てるんかな出てないんかなちょっとそこわかんないんですけど、またそこを、あの、もし教えてくれる人おったら教えてください。まあ、そういう仕組みで、これ、ま、ちなみに単価って決まるんです。ね。 で、ちょっと続いて、じゃあ、ここ行こうか。はい。じゃあ、続いて、広告収入以外の収益の話なんですけど、うーん、まあ、これは難しいけど、<laughs> まあ、その前にあれかな、あのー、広告収入、まあ、100万円以上稼ぐを先に、まあ、いいか。広告収入以外の収益を言うと、まあ、それ抜きでね、100万円以上の話をしたいんですよ、俺は。 そそれれは分かんないししビ,ビジネスモデルがあるでしょ例えばうちで言うとじゃあま,あまず広告宣伝費がもう激的に下がった、まあ、劇的にじゃないけどまず求人費がほんとかからなくなったよね職人はもう断らなかんぐらい来てるから面接とかがねだからまあそこの部分だけでも大きいよねでじゃあ実際採用コストって今まで、まあ、平均取ってないで分かんないですけど紹介とか友達の紹介とかで。 残ってくれた子多いじゃん単純に1人頭の広告宣伝費で割ったら数字出るけどじゃあ実際に会社に残った子って友達の紹介とか従業員の紹介の子の方が残った数が多いから単純にじゃあ求人に来たやつってやめてるからなーってなると単純ね1人当たりの広告宣伝費あの採用コストね1人従業員が今おる人の1人当たりの採用コストって分かんないですけどだけど多分軽く100万を超えてると思う残った人材で数えたら。 軽く超えてるよ。営業じゃなくて職人でもね。営業なんかもっと言ってる多分採用コストで。いや。何百万じゃないでその辞めてったこの辞めてった3ヶ月4ヶ月でピューって辞めてくバカみたいなやつの人件費まで入れたら、ね、人材教育費っていうか一人の営業マンを育てる費用すごい費用だからね。まあまあいいや。それ話ずれずっちゃって申し訳ないですけど。まああの、広告収入以外の収入。まあうちで言ったらそうだよね。 求人費でまあ YouTube 見て見積もり以来くれるのもそうだよね広告宣伝費に絡んでくるんですけどあとはその何いわゆる案件まあ俺も案件っていうのまあ何回か来るんですけどまあ今んとこ断ってるかな、まあ、お金もらってやるっていうのはその面白そうだったら別にね金なしでもやってもいいやって紹介させてくださいってなるけどなんかお金もらってなんかようわからんもう得体のしれんもうちょっと売ったらさ まあまあ、それは嫌だなあと思うんで。まあお金もらわずにいいよ、紹介しあげるわっていうのはやったことあるけど、お金をもらって何かもうメールとかでほんと来るんだわ、ちょこ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 。なんかいろんなね、まあ、いろんなもん来るよ。なんか化粧品まで来たよ、俺。なんで俺ってこう化粧品なんかみんなに売ってるだろうと思うけど、うん。あとはまあなんかソフトとかね、会計ソフトだとか、あとドローンだとかも多いかな。でいろんなもんがちょこちょこ来るんですけど、まあ今それは一切断っとるからそういうものは入んない、俺はね。 でまあ再生かける、まあ、広告単価広告回数で再生はいったよね俺が 2, 2千何百万回でしょで広告単価っていうのは高額所得者俺みたいなやつが再生したら高いっていうのでしょ見たら広告をで広告回数っていうのは、まあ、10分とか20分30分40分の動画だったらもっとね1動画あたりの大体0.3とかいいやつが0.9とか1とかになってくんちゃう多分 で、俺みたいなやつが見とる動画だったら、みたいなやつばっかがね、やっぱ高いと思うんだわ。で、それが0.7とか8平均取るとね、本当は一回俺が広告見ると100円とか200円なんだよ。だけど、まあ、そのね、俺でもそうじゃん。全部スキップしちゃうでしょ俺みたいな人でも誰でもそうだと思うんですけど。で、そういうので、まあ、結局、まあ、うちがね、0.3から4ぐらいが平均なんですよ。ぶっちゃけね。だけど、まあ、それが0.9とか10とかあるとは思うんだけども、 ちょっとここから大事なんですけど、じゃあ、うちの、今、金額いったじゃん。150万ぐらいって言ったまあ、あ3月は本当に良かったと思う。で、2月は110何万って言ったでしょで、ちょっとこれ面白いやつがあるんだわ。あ、これこれこれ。これ YouTube なんちゃらって言ってさ、あ、YouTube ランキングだ。これうちのチャンネルなんだな。これサイトだよ。塗り替え道場チャンネルのランキングの推移みたいな感じで、 見れる見えんね。<laughs> 見えんよね。ちょっと撮ったのか、これ。ちょっとごめんね。下手くそうで。映ってるまあ、これさ、ちなみに、11月からランキングが出てるんですよ。ね。で、これ、本当はマウス当てるとね、ぴょって出るんだけど、これ手が、手ぶれしちゃうもんで、まあ、ちょっと許して、これ1200位、1600位。だってふ、雰囲気で見て。これ一番2月よかったのが あ、これ、映ってなかったか。800位。821位ね。これ下がってる。これ1600位ぐらいやった。1200位ぐらいやった。これ3月、4月ね。あ、4月だっ、ね、てまだ出てないよな。今4月だ、ね、で。2月800位。これは何って言ったら、登録者ランキングだで、ね、登録者の10位だよ。だってもう800位ぐらいまで来てんだうちのチャンネルも。すごいでしょ。で、ん登録者の増加か。増加だな。登録者ランキング推移です。ん そう,そう,そう、うんそうそうそう。登録者かなうちのチャンネル自体は、あのね、ランキングで見ると、あの、4000位だったかな ?4000 か3000かなんかだったのはだ,だけど、これは多分増加だと思う。増加で800位。ね。1900位。そうそう。で、この月間動画再生ランキングって見ると、結構うちすごいなと思ったのが、 ここね、2月、映ってる。これね。で、これ、あの、動画再生回数ランキングだよ。900位とか言ってんの。で、さっきもそう、増加率で言ったら800位とか言ってんの。まあまあ、すごくね。だけど、あの、YouTube のチャンネルとしては、これ、一番上出ねえな。あのーあ、6万9、あ、これ見て。3872。 なんですよちょっと見見づらくてごめんね見えたな何が伝えたいかっていうとそのさ結局3 8 7二6万,万9,000以上いる人がだってまあ,まあ弱小っていうんかなその YouTube 的にはだけどさもう最低でもこれ YouTube ランキングに登録してる人だけだからであともう一個ねその自動で出るなんか。 ノックスなんとかっていうので検索すると4000位か5000位ぐらいなんですよ。っていうことは、最低でも4000人5000人以上は、その何、何あの、俺よりチャンネル登録者が多い人がおるわけでしょ。あ、んでこっちはそうだ。ここね、ちょっとごめん。もうカメラセットしちゃったら見えんけど、ここにもね、動画再生回数って今2330万回って出てる。これもうさっき言った数字だよね、まさに。で、これが3366位。 ってことは、どう考えても、うちより再生回ってる回数があるってことは、うん ?3000 人以上はおるんだよな。ただ、その、今、さっき俺が150万、100万から150万って言ったでしょ ?120、150って言ったでしょで、動画の再生回数のランキングで見たら、さっき800位か900位って言ったよね。だからなんちゅうかな、その月ごとの、その、 じゃあ、うちで100万、150万稼げる人っていうのはどれぐらいになってたら、俺多分3000人いないと思ってるんですよ。で、再生回数の月ごとで、ん ?1000 何百位だったっけ再生回数が。で、登録者の増えが800位か900位だったか一番いい時で2月で。で、登録者じゃなくて再生回数は1200、300位って言ったから、YouTube ランキングだけで見ると、 要は150万以上稼いでるその再生ねまあその単価の弱小があるもんで倍もらってる人もおるもんでそれわかんないよだけど1500人からだって2000人ぐらいは月100万は絶対超えてんじゃないうん俺の推測ねちょっと戻しましょうかさっきの画面ねうん、うん、あちょっとずれちゃったなちょっと待ってよ うん、まあずれちゃったんであれですけどまあ広告収入以外の収入とかまあこういうのがあるもんであれですけどまあ単純にここだけ見てあのチャンネル登録者とか再生回数の順位見るとうん再生回数の総合計は2200万回っていうのはもちろん3000位だったんですけど月ごとのまあ推移で見るといい時は1200位。 YouTube の中で、YouTube、日本のだよ。日本の YouTube の中で、チャンネル登録者ランキングっていう、これに登録しとる人で、1200位ぐらいの再生回数が出たから、2月、3月はね。うん、だから収益もそれだけ、さっきついてたでしょ ?2 月が110万円、3月が150万円。だからまあ、うちのチャンネルってどっちかっていうと、ね、昼間、あの朝1出してるのはちょっとふざけたやつも多いね、結構。 まあそんなにね0.34だから平均だと思うんですよ。1再生当たりの広告収入って。でそれはまあ長い動画ばっかり出してる人はもっと高いとかはあると思うんですけど100万150万ね100万にしようか100万超えてる人ってだって2000人ぐらいなんじゃないかなっていう感じ。ただそれにプラス違う収益が入るんだよ。うんあの 広告収入以外の収入。っていうのは、まあそれはだって俺、こんなんで1万2万超えてきた段階でそんなちょこちょこ声かかるんだから。ね。で、ま,ましてあんなちょっとドキついことやってるわけじゃないですか。でも声かかるんだから。まあそれはみんな声かかると思うんだうな。うん。でね。もこの最後の話に、まあ、なるんであれですけど、ね。ここから YouTube を始める人にっていうので、思もや、 まあ俺は YouTube やった方がいいんじゃないって。まあ、してやさ100万から150万ぐらい今うちはコンサートに入る状態が出来上がってるわけじゃないですか。でもこれじゃあ1年後どうなっちゃうのさっきのあの推移。だって去年の4月で7万8万だったでしょ。これ10倍にならんかもしれんけど。いやまあまあええとこ行くんちゃうって。まあ300万400万ぐらいやったらあと1年ぐらいしたら行くんちゃうとは思うんだ。その広告収入だけでね。ここの金だけでだよ。うん。まあそうなるとね。 俺はわかんないけど、うん、まあそうなるとある程度ね、企画にもお金使えるし、なんか YouTuber でもそうじゃん。なんかトップ YouTuber みたいな人たちって、すごい企画にお金かけてるじゃん。で、見ていて面白いよね、やっぱそういうのって。だから、まあもっとはもっと企画にね、お金かけれるっていうのが面白いかなと思うんですけど、で、これから YouTube 始める人にっていう人に、まあ夢のある話ばっかりしらかんですけど、俺はその企業、これから塗装の職人とか、まあ建設会社やっとる人だったら、 本当にね、いいのやっぱね、あの、じゃあ、お客さん、僕ら B2C やって一般の人から外気塗装の依頼もらうんですけど、その何、何で、YouTube 見たいから見積もり依頼っていうのは、まあまあ知れっとる。月に数本だと思うんですけど、そんなもんは。ただ、その、まあ現場、お客さんのところに行った時に、ね、あの、こうやって社長がちょっとふざけたことやってるんで見てくださいねってさ、まあ言うわけじゃないですか、たぶんね。で、その時にやっぱ見た時に、あの、 やっぱ俺っていう人間を知ってくれるし、会社の人間っていうのを知ってくれるわけですよ。うん。で、その時にやっぱね、職人も言うのは、その、やっぱお客様のところに行った時にお客さんからさ、その、ああ、あんた YouTube 出る人だよねって言われるとやっぱ嬉しい。まあうちもね、出てもいいよっていう人もおれば、出て出たら嫌ですって言ってる人もおって、まあ出とる子っていう数限りがあるんだけど、まあ、その中で、職人も、俺が見慣れてる。塗り替え道場っていうブランド型で、その、なんつうの、その、 レベルが上がったっていうのまあ、例えたらあかんけど、ユニクロからルイ・ヴィトンじゃないけど、まあまあ、ユニクロに怒られるかもしれないけど、ユニクロもまあまあ、すごい番だよね。まあ、収益性、収益構造で言ったら、すごい、まあ、素晴らしい企業だと思うんですけど、まあ、イオンとかもそうだよね。まあ、素晴らしい会社だけど、まあ、イオンからん、まあ、何、もっと上のブランドって言ったらなんか俺ちょっとわからんけど、まあ、名古屋、愛知県で言うとアピタとかさ、ちょっと高級系な食材が売ってるようなところだよね。でそういうものになったじゃないけど、 じゃあコンビニ行って店員にさ、ジュース買うときには、って言って、あっめてくれって言っとったバカみたいな職人が、あっためてくださいって言えるようになったとかさ。まあそういうその自分たちが見られてる自覚っていうのは社員がすごい持ち始めたから、あの、会社でやるっていうのは本当に素晴らしいことだと思うよ、俺は。なんか今、素晴らしいことだと思うよってっちょっと気持ち悪いことしちゃったんですけど、あの、でも本当に俺やった方がいいと思う、職人さんやってんだったら、その、あの、 目指してね、会社としてやる。うん、まあ、その、どこまでふざけるかっていうのは難しいところがあると思う。確かに。俺もさ、じゃあ、あと2ヶ月、3ヶ月で10万チャンネル登録ね、銀の盾っちゅうのあれを目指す。で、いろいろ声もかかっとる。だね、本当にに、じゃセミナーで喋ってくださいだとか、ああだこうだって頼まれとるのもあるんですけど、まあ、まあ、10万チャンネル登録いくまでは俺も嫌だって言ってるの。なんか一応、10万って一つの目安じゃん。銀の盾ってもらえるってことは、 ね、YouTube をちょっと認めてくれたみたいな感じじゃないですか。だからまあそこまではまあ人前で喋ったりちょっと喋ってくれとかいろんなこと言われるけど、まあまあちょっとそれはちょっと勘弁してくださいみたいなことは今言っとんだけど。みんなもその会社として俺やるんだったら、あの、なんちゅうの、この携帯一個で撮ればいいんだもん。で、スピーカー、イヤホンなんかさあ、イヤホンじゃなくて、まああのイヤホンでもいいね、あれでもマイクになるんですけど、 とにかく音、音。俺もピンマイクを使ってるでしょ。こんなん買って1本。で、これ今つなげてんだわ。こうやってね。線を。で、お音の方が大事なんですよ。映像なんかもうどうでもいいんだよね。で、まあ、これ見せたろうかあ,あ、これ鏡で見せたろうか、それじゃ。こうやって、ね、カメラで照明正面つけとるんですけど、まあ映像のことで言ったら、まあ今うちはね、結構高いカメラ使っとるんですけど、もうつい最近まで、1万チャンネル登録ぐらいまではね、あのソニーの本当、民生機っていうの。 あの、安いやつ使ってやっとったし。だからじゃあカメラ変えたからって再生伸びたからじゃ変わらん。でも音だよね。音が見づらいと、聞こえづらいと、やっぱ再生伸びないから、うん、音だけ大事にして、スマホでね、俺もちなみに動画 iPhone で撮ってるやつ今でもあるよ。自分で iPhone で撮ってってそれ使ってるのもあるけど、視聴者は気づかないでしょ。要は、ビデオカメラでカメラマンが1個撮ってて、俺が携帯で手元で撮ってるっていうのも全然あるし。うん。だからもうそこら辺はね、お金なんかかかんない。で、編集なんか、 ま,あまずは編集なしでじゃあどういう企画できるこれだってそうでしょこの動画は俺も編集なしで喋るようにしてるんだほんでまあ自分で失敗したら取り直ししてまあ3個ぐらいねこのさっきでいいやこのトップページと今はね最初はもう全部一気にしゃべったけど一回途中で20分ぐらいでやり直したかったら最初から全部喋らなあかんもんでこの,このページとこのページとこのページのその3ページに分けて今自分で喋ってるんですよでまあそこまあちょっと取り直しだなこれと思ったら取り直してるだけで 俺本当にあの塗装会社とか、まあ、そういう時代になってきた。で、そっから絶対あの近所の人から依頼とか、村やいいからさ、まあ、ここに CM でも何でも流しゃいいじゃん。こうペロッペロッペロって書いて、ね、皆さん、ね、何々地域の人はって近所の人が頼めるってお客さんにとってもプラスだし、自分たちにとってもプラスじゃないですか。で、社員、職人にとっても、まあ、全部プラスになると思うんだよな。うん。まあ、ちょっと話長んなりましたけど、ま、あ今日終わろうか。えー、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。えー、ちなみに最後、ちょっと言うと、 立って喋るとやっぱいいね。今日は立って喋ったで、ね、なんか頭が回るわ <laughs> ね。またちょっとまた面白いことやりますん、ね、で、是非見てください。